こんんにちはフフィギュアスケートののァンの皆さん羽生結弦という名前を聞けばただ美しい演技を思い浮かべるだけではなくその人柄やファンに対する誠実さも思い起こされますね彼はリンク上で輝きを放つだけでなくファンとの強い絆を築きその絆を大切にしていることで広く知られていますさて 今回、羽生結弦選手が公式 YouTube チャンネルのメンバーシップに向けて発信したメッセージは、その絆がどれだけ深いかを再確認させてくれるものでした。ファンの皆さんにとっても、このメッセージは多くのことを考えさせられる内容だったのではないでしょうか。羽生結弦のメッセージが放つ意味、ファンとの対話羽生結弦選手が YouTube メンバーシップで公開したメッセージは、ファンにとって心に響くものでした。 ファンととしてははその詳細を共有すすることは控えますが、彼がファンの声にどれだけ真摯に耳を傾けそして自分の気持ちを正直に伝えてくれたことに感動せずにはいられません彼のメッセージにはただ感謝の言葉だけではなく特に現在起きている問題についての率直な気持ちが現れていましたそれは近年特に目立っている転売問題ですチケットの転売が蔓延しファンやアーティストにとって不快な状況を生み出していることについて 羽生結弦選手は深い慮を示し,まし,たしかし彼の発言は単なる注意喚起にとどまらず非常に慎重かつ優しい言葉遣いでファン一人一人にどうあるべきかを問いかけるものでしたこの時点で彼のファンに対する思いやりがどれほど深いかがはっきりと感じ取れます彼がファンとの距離感を大切にし自分が発する言葉の影響力を非常に強く意識していることがこのメッセージからも伝わってきます ファンの多くはこの慎重な姿勢に対し感謝の意を示しており彼の言葉一つ一つをしっかりと噛みしめているといった声も少なくありません転売問題に対する羽生結弦の姿勢羽生結弦選手が取り上げた転売問題は彼だけでなく多くのアーティストやスポーツ選手が直面している問題です 彼は転売屋がファンから利益を得るためにチケットを不正に売りさばく行為に対して強く反対していると同時にファンがそのようなチケットを買わないことが最も重要であると訴えました多くのファンがこのメッセージを受けて彼の思いを尊重し転売チケットを絶対に買わないという意思を固めました彼の優しさはこの問題に対する姿勢にも表れています 彼は決してファンを非難するのではなく、ファンが自分たちでどう行動すべきかをそっと示唆するにとどめています。実際、ファンの中には、彼にこれ以上負担をかけたくない彼が心を痛めないようにするためにはどうすればいいかと、非常に深く考える声も増えています。しかし、ここで考えさせられるのは、ファンとアーティストとの距離感の問題です。羽生結弦選手は、 ファンとの距離が縮まることを喜んでいる一方で、その距離感を誤ってしまうファンもいるという現実を指摘しています。特に SNS の普及により、ファンとアーティストが直接的につながれる時代において、その関係性をどう保つかは非常に難しい問題です。羽生結弦選手が勇気を持ってこの問題に対処してくれたことに、多くのファンは感謝と同時に自らの行動を見直す契機となったようです。ファンとしてのの責任、応援の在り方を考える。 羽生結弦選手のメッセージを受けて、多くのファンが自分たちの応援の仕方について改めて考える機会となりました。彼がこれほど深くファンを思いやり、その気持ちを伝えてくれた以上、私たちファンとしても、その期待に応えるべく責任を持った行動が求められています。転売問題は、単なるチケットの不正取引にとどまらず、ファンとアーティストの関係性における大きな課題です。ファンとして推しを応援するためにどうあるべきか。 そして彼がステージで最高のパフォーマンスを見せるためにファンもまたその裏で彼を支える存在でなければなりません新たな賞エコーズ・オブ・ライフへの期待感羽生結弦選手の次なる挑戦エコーズ・オブ・ライフツアーが目前に迫っていますこのツアーではファンが心待ちにしている新しい衣装や振り付けが披露される予定です 衣装デザイナーの伊藤聡美氏が手がけた華麗な衣装は、ファンにとって一つの大きな楽しみであり、すでに公開されているデザインに心躍らせているファンも多いでしょう。彼のショーは単なるパフォーマンスにとどまらず、まるで一つの芸術作品のように、見る者の,の心を揺さぶります。羽生結弦選手の衣装には、ただ見た目の美しさだけでなく、彼がその演技に込める感情や物語が反映されています。その衣装を身にまとい、 リンク上でマウス型はまるで映画のワンシーンのようですファンにとってその瞬間に立ち会うことは時間を超えて彼の物語の一部となるような体験です結び羽生譲弦と共に歩む未来羽生譲弦選手の勇気あるメッセージとそれに対するファンの反応は私たちにとって非常に大切な瞬間でした彼がファンに対して持つ思いやりや優しさそしてその誠実さはただ応援するだけでなく 共に未来を作り上げていくパートナーとしての関係性を築いていることを再確認させてくれましたこれからもハニュー・ユズル選手は新たな挑戦を続け私たちファンは彼の歩みを見守り続けます彼の成功を願い、共に進んでいきましょう彼の言葉に込められた思いを胸にフィギュアスケートの魅力を広めハニュー・ユズル選手とともに新たな未来を作り上げていくその一員であることを誇りに思います 共に前へ羽生結弦と共に輝く未来を目指して私たちも羽ばたこう。